くで成長、虹色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、日傘体操。最近は子供も日傘すんねんで。はい、ということで、もう僕朝ね、レモンちゃんをね、いってらっしゃーいしてパッと見たらね、子供が日傘さしてましてんや。びっくりしたわ。まあでも紫外線のね、影響がありますからね。これもね、難しいですね。日光浴びてビタミン D ね、こう合成させて、認知症予防とか骨のカルシウムの吸収促進とかね、日光のパワーも大事なんですが、ね、オゾン層破壊とかでいろいろ、ね、紫外線浴びすぎるとまたね、活性酸素出たり、発がん性物質出たり、いろいろね、問題もあるようでね、いやー、なかなかそのバランスが難しいでございますが、とにかく日傘や、これはだからこの日傘体操は時期を変えれば、雨傘、梅雨時にも使えますし、冬やったら雪降ってますね、傘体操しましょうっていう風にも使えますしね。はい、とっても簡単。もうほんでね、上半身の重要関節、肩甲骨から肩関節、この一番ね大きな関節をしっかり動かすことができますから、この大きな関節を動かしときますと、この関節可動域が広がりますと、こう腕がグッと上がりますしね、いろいろ日常の ADL、 日常生活動作の範囲がググッと広がります。はい、どうやるかと言いますと、もう傘を持ってこれをバサッと広げる感じ、バサッと。なのでちょっとその前にね、手を万歳して、はい、1,2,3,4,5 とかね、万歳体操をしたりして、この辺ストレッチした後にやるとね、より安全にできるかなと思います。はい、それではまずこう傘をセットして、せーの、バサッ、せーの、バサッ、太陽シャットアウト、太陽シャットアウト、僕は太陽が好きなんだけどな、どうしよう、でも紫外線で老化が進むのは嫌だ、難しいけど、とりあえずシャットアウト。はい、はい、これでその次ですね、こうトントン入れましょう。トントンバサッ、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 ね、リズムよくやるとね、乗りよくできます。はい、それが終わったら次やっぱりね、下半身の動き入れていきましょうか。はい、もういろんな動きね、グーパーでトントンパサトントン、トントンパサとかもいけますし、足踏みでトントンパサもいきますしね、いろんな動き、合体できるんですけども、ちょっと上の動きがちょっとトントン入って複雑なんで、もう足踏みにしときましょうね。あんまりちょっとレベルの高いことするとね、もう僕もできひんし、結構ねちょい難しめ、ちょっとできひんぞぐらいがね、やっぱ一番いいですね、介護予防のアクティビティ、体操はね。はい、難しすぎるとちょっとね、ほんまのなんか日傘ダンサーズとかになってしまいますからね、ダンサーとかね、プロのダンサー目指す、まあシニアでもね、もう本格的なダンスでこうなんていうの、ショーを目指すぞっていう方はちょっとね、簡単すぎるかもしれませんが、まあまあ健康のためにね、ゆるーくね、長ーく継続させていきましょう。はい、それでは足踏みで、日傘体操トントンパサッいきましょう。足踏みを始め、さあ足踏みをしながら、日が照ってきました。36度超え、はい、灼熱の太陽来ました。もう朝からウォーキングして十分1時間ぐらい太陽浴びたから、もうこれ以上の太陽はやめとこう。さあ、それでは日傘を差しますよ。せーの、トントンパサッ、トントンパサッ、トントンパサッ、トントン、一緒に声を出して、トントンパサッ、トントンパサッ、低い声でトントンパサッ、トントンパサッ、トントンパサッ、高い声でトントンパサッ、トントンパサッ、トントンパサッ、前にトントンパサッ。はい、ということで本日はね、日傘体操でございました。介護予防のスペシャリスト、たかちゃん、スマイルアクティビティトレーナーでございます。はい、これからもね、介護予防のことしっかり勉強して、しっかり発信、楽しいタカちゃんパウダーフレーバーいっぱいでね、楽しく発信しております。いいね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆様の素敵な未来に、スマイルハッピーパウダー。